障害のあるなしに関わらず、県民の皆さんには社会に参加しながら元気に生活を送ってほしいですね。そこで今回は、障害のある方の経済的な自立を応援しようと県が進める活動をご紹介します。県内の施設で働く障害者の1ヶ月分の賃金は全国トップクラスです。県では賃金の額をさらに増やそうと新しい働き方について検討。昨年11月から障害のある方が企業の従業員と同じ仕事場で能力に応じて仕事を分担するという働き方を県内の企業でモデル的に進めています。この働き方を通して障害のある方がよりレベルの高い仕事をこなすことが期待できます。堺市内にある観光関連の企業にやってきました。こちらの企業では4人の障害のある方を雇用。県内外から訪れる観光客に十分楽しんでもらおうと施設の維持・管理を熱心に行っています。どのような仕事をしているのか見てみましょう。こちらでは芝刈り機やゴーカートなどの機械を整備。主な作業はタイヤの取り付けや錆落とし、組み立てやペンキ塗りです。他にも施設の掃除や芝の管理、さらに建物の塗装といったさまざまな仕事を行っています。このように障害のある方と従業員が仕事を分担しながら一緒に働くことが今回の活動の大きな特徴です。勤務日は月曜日から金曜日までの週5日、勤務時間は午前10時から午後5時までと正社員並みに働いています。最初は仕事を同じ職場で分担することに関して心配もしましたけれども、実際やってみますと、障害のある方の能力に応じて、分担していけば非常に貴重な戦力になるということが分かりましたので、県内にこういう働き方が広がっていけば、いいのじゃないかと思います。県では障害のある方の新たな仕事のスタイルを県内の企業にさらに広めるため、今回のモデル活動の成果を冊子にまとめて県内の多くの企業に紹介していきます。障害のある方の雇用に関心のある企業はぜひご覧の宛先へお問い合わせください。ところで、障害のある方が働く施設では弁当、お菓子、工芸品などの製造のほか、クリーニング、清掃、野菜の栽培などさまざまな仕事を行っています。障害を持っていても社会の一員として働き、仕事を通じて経済的な自立や働く喜びを見出せる社会を作っていくため、障害者施設の商品やサービスをぜひご利用ください。ご紹介した皆さんはキビキビと、そして生き生きと働いていましたね。障害のある方がさらに社会で活躍できる環境づくりを県内の多くの企業が進めていただくことを期待したいですね。